いやー、暑くなってきたよ。もう夏は非常に苦手です。早く今月終わらないかな。どうも、YS です。はい、というわけで、来ちゃいましたね。虹学フェス。フェスはフェスでも、いつものスクスタフェスではなく虹学フェスです。今回の動画は、まあ、あっさりとね、自分が30連やった後に、レオナが30連。合計60連やって終わりにしたいと思います。よろしくお願いします。はい。で、今回、このね、虹学フェス、まあ、何がポイントかっていうところですよ。まあ、皆さんご存知の通りですね。新規で加入した、しおりこちゃん。こちらがなんと登場した、まずね、ガチャになります。さらに、スクスタフェス限定の UR。こちらの虹学がね、はい、出現率アップってことでね、5人のメンバー。この UR がピックアップしております。はい、こちら UR メンバー、5%、UR5% 引いたうちの虹学のね、フェス限は各 0.241%。なんでこれ5人ね、合計した時にね、まあ、約 1.2%。つまり、ですよ、UR 引いた中の4分の1が、このフェス限の5人の、まあ、誰かのね、フェス限の虹学 UR、お迎えできるということです。で、さらにね、ちょっとね、衝撃的事実発覚。もう皆さんね、知ってるとは思うんですけども、はい、こちら SR メンバーの中のね、一番上にあります、このね、しおりこちゃん、ピックアップしてません。SR を引いた中の80分の1引かないと、出てきてくれない。いやいやいや、さすがに、うちらに、そんな素晴らしいストーリー描く自信はありません。このゲーム、ちゃんとピックアップ仕事してるんだぞ。休んでないんだぞ。っていう証明を、俺が、まあ、もしくはレオナが、はい、これからしてやりたいなと思ってますので、皆さん。別に、両方出せばええやん。どっちかしか勝てないの、このゲームは。いや、このゲーム、そういうゲームだから。単発、納税ガチャからやらせていただきます。それでは行きましょう。どうせスノーハレーション。それで SR で。はい、これやったらあれだよ、スターの数が。パイパイ。YS10 連目いきましょう。メガネしとけない YS、 お願いします。10連目は金確定なんだからさ、うちら今回はね、でもいけるよ。ほら、いや今日はマジでいける気がしたんですよ。いやー、もう本当にありがとう、自転車。もう自転車に感謝しよう。いきましょう。あ、ふんす。ただ2枚あってほしい。ちょっと前回の前科があるんで、ちょっと2枚あってほしいなと。はい、ちょっと頼むよ。2連続だったもんね。さすがにあれはへこんだね。疑ったよね。うん、あれこそ運営疑ったよ。俺は俺今回は信じてる。ちょっとね、多分2枚出てくれるはず。お、すげえ、 SR2。 お、いいよ。あと1枚 OK。 3枚、こう3枚、ワンチャン3枚。こん、あー、でもだいぶ、うわぁ、2枚目かぶったけど、いや、このルビーちゃんほんと可愛いんだよなぁ。はい、エリッチ、ありがとうございます。もう10連で俺決めちゃうんじゃね、これ。お願いします。おぉ、マジ、あざっす。気持ちないわ。アイさん、来たー。いや、新規なんですよ。いや、ありがとう。まだもう1枚ありますから。いや、ここで説来たらマジ神引きやで。お願い。え、よかったじゃん。やった。え、いや、もううちが出て決めきれてたもんね。うわ、マジ、かなたちゃん、温泉。いや、まあフェス限ではないんだけどね。いや、でもいいんだよ。虹学フェスしてたね。虹学フェスですよ、これは。今してたわ。見せますね、やりますね。いや、なんと虹学新規2人お迎えできました。はい、それでは2回目いきましょう。さよならパイパイ、めげなしがない、おやすみ、お願いします。いや、もうね、満足ですね。もうないよ。いや、でもセッツ、セッツ、もうないよ。はい、あー、まあね、てかね、たまには入ってていいと思う、俺の端末だから。この金サイリウムの演出からね、あの UR っていうパターンがね、全然ないの最近だから、そろそろ来てほしいなーって。そう、やつ、おお、4枚あるか。あー、ルビーちゃん、最初はルビーちゃんだね。アイさん、そういうふりして盗撮してるんでしょ、これ。はい、おお、切れそう。次、もう YS 最後の10連になりますので、最後決めた状態でレオナにバトンタッチしたいと思います。頑張ります。めげなしでね、 YS、 お願いします。30連目、ここでレインボー。最初だけブーストかかって、その後に、ちょっと待って、待って、いや、やめろ。オッケー。あー、2枚。あー、そこは決めてほしかったなー。ええそれは切れそうだわ。ちょっと待って、え、しおりこ。
え、これ神引きじゃん。それは切れそう。え、俺絶対ありえないって思ってたのが出たんだけど。SR の中の80分の1。え、本当に？さっきの俺どうした？本当に。なんか前回も同じようなことでしたけど。テレトルー。はい、というわけで、しおりこちゃんの SR、無事、ゲットできました！完全に予定外、想定外。はい、というわけで、続いてレオナのターン移りましょう。同じく30連で。頑張ってサンシャイン。サンシャインじゃないわ。ちゃんとセットしたから。お、ほんとだ。ちゃんとセッティングカッティングしたから。ちょっと、無駄な贅肉があるとでも言いたいのですか？かまわぬ。神引きかまわぬ。スノーハーレーション。おーい。君の T シャツがミニオンだったから、ほんとに黄色い。どんな演出が来ても10回ガチャやっとけばね。うん。SR 枠はね、来ますんでね。うん。これが、はい、はい、なるほどね、ポームですね。ちょっと困り顔してますね。ちょっとこの引きは困ったなってね。はい、というわけで残り20連頑張って。それでは新たな掛け声いきましょう。ついてる美味しさハッピーターン。ハッピーな結果が、おお、ハッピーになれる白い粉。ちょっと危ないね。ちょ、考え方によってはだいぶ危ないんで。あ、危ないね。ま、はい、ここでね、UR 確定と。エマちゃん。まあ、UR は1枚でしょう。あとは SR が、エマちゃん。あ、1枚。ここで、出るか？ほい。はい、リコちゃんからの、はい、次大事。だと。じゃあ、あなたからもらって。はい、いや。おー、マジで。押し力。あ、でも、引けたね。めっちゃピックアップちゃんと仕事してますよ。あ、え、これさ、いい動画っていうか、あの、見せれてるんじゃないかな。うん。いいところ見せれてるよ。ちゃんと虹学めちゃくちゃピックアップしてるけどね。多分、うちらの引き、多分、いいんだと思う、これは。ラスト10連。さ、飾るんですよ、ここは。なんだかんだ、レオナね、いつも飾ってくれてるんで。引かぬ、こびぬ、帰り見ぬ、言えたよ。おお、すげえサウザー。マジ最後決めたってか、引きやばやばいね。あ、ふんす、あ、ふんす、かっこ筋肉バージョンね。レオナのふんすブランドをぶち壊したあの筋肉シーン。いや、2枚あるかな。お、すごい、 SR2。 え、これさ、めっちゃ俺と似てない？あー、あ、もう一枚。え、やばくない？大丈夫？おー、また最後に、また最後、またそのパターンですよ。なんで、なんで、マジ、前回もそれじゃん。なんなん、本当に。なんで最後、いや、サウザー、あー、オニオンサウザー。さすがに、オニオンサウザー。何その、オニオンパウダーみたいな。何その、いや、さすがにあれはね、低確率。お、もう来たよ。はい、エマちゃん、あれ、あ、待ってたわ。あー、てか、あ、ちゃんちゃん、え、ちょっと待って、虹学出すぎじゃね。ちょっと待って、え、でなんかの見間違いか、この確率大丈夫？本当にもうバグってるよ、これ。エマちゃんか、トワイライトか。急な打点。急な打点。虹学は信じてるからね、津島よしこからの、ほい、まるで宝石箱を覗き込んでいるみたいね。それは出たんだよな、まきちゃん。うわ、美しい。前回もまきちゃんって締めた気がする。工場の夜景もいいけど、まきちゃんも綺麗だよ。はーい、というわけです。赤い、めちゃくちゃ赤いですね。はい、いや、見せたね。いや、本当に、下手したら60連でね、ワンチャンさ、だって過去に60連で UR0 だったこと何回あったよ。あるあるでしょ？みんなも経験してるでしょ？なんなら。だからさ、心配してたのよ。本当に60連でいいのかって思いながらやったけど、めちゃくちゃ見せた。はい、というわけで皆さん、今回も飯まず動画になってしまいました。ごめんなさい！世界は喜びが溢れている。物語はいつも、しない矢を胸に、もしも夢に疲れそうな日には、僕が頼りぎになるよ。世界が僕らに揺れるまで。
ひこぬほびぬほびぬほいりみぬ